全員揃ったわね。エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ、海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまらないで。みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。階級も事務処理上のものだし。海抜群が重視するのは強さだけってことだ。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。それで質問は何かしら。はい、あの、まだハルカさんが到着していません。何かあったんじゃ。ハルカはうちの小隊のオペレーターなの。テレパシーで後方から支援してくれるのよ。聞こえます？半径500キロ程度ならシステムの補助なしでテレパシーを送れるわ。ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、カサネ、パーソナルポートを開放して。各班の代表はナオミと、あら、カサネなの。シデン偉いわ。新入隊員に班長を譲ったのね。いえ、私の方がふさわしいと思ったので志願しました。はあ、まあそれで納得したなんて。シデン偉いわよ。さて、早速任務にかかりましょうか。はるかの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。途中の階は全て殲滅。ただし叶わないと判断した場合は逃走を許可します。以上よ。了解。それじゃあ、カサネちゃん気をつけてね。シデンをあまり挑発するなよ。みんな聞こえるわね。別行動中でもブレイントークでいつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発特区か。つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば。何あのドローン。ジャミングしといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え、うちにカラスの餌食になるような子いたかしら。カラス、カラスってマスコミのことですか。ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな。カラスにつきまとわれて。チッ、せっかく児玉隊から外れたのに、また奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど、気を取られないでね。
ミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ、マスコミは会話するの活動を中継する権利を得てやりたいのところね。うっとうしいが、まあ有名勢ってやつだな。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ、できるものならな。水での攻撃を確認したけど大丈夫だった？次も水浸しになると動きにくいのよね。ありがとう。こんなところね。すんなり片付いたわね。貸しにしておくぞ。ナオミ、緊張しているのか？少し呼吸が浅くなっているようだが。あ、はい、少し。でも大丈夫です。深呼吸するといいのよ。ナオミは重ねのことも心配じゃないか。重ねもナオミのことも心配しているのは、いい芝居だ。こんなところね。物資反応があるみたいね。Thank you.
での戦い方がそこそこ応用が効く超能力らしいが。この程度中間にあたる水幅は居住地にするため開拓が進められていた場所なの。工事中断後の今も重機だらけね。それと水幅にかかる橋はまだ攻撃ルートとして使われているわ。やられたわ。次は
を抜くな。調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。私はまだ強くない。変わる足で。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって、こいつは重大怪異だわ。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に海抜群を殺してしまった怪異のことですよね。え、その通りよ。来るわ、迎撃します。私たちがそっちに着くにはもう数分かかるわ。持ちこたえて。重大怪異接触します。
重ね、無理してダメよ。視点、フォローお願い。面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。怪物軍を殺した怪異、なしにしておくぞ。闇口に攻撃するだけでは危険。頭を使え。例えばあれを利用するとかな。念力のお手並み拝見だ。まだこれからよ。おい、この怪異の背中の水槽、中に入っているのが水なら使えるかもしれないぞ。やられたわ。今こそサスで僕の超能力を使う時だぞ。分かってるだろうな。カサネちゃん大丈夫？初めての任務でいきなり重大怪異なんて。心配しないで、私は平気よ。ナオミ、僕がいるから心配する必要はない。だが、できれば早く援護に来てくれ。ええ、できるだけ急ぎます。いい位置ね、これで。ありがたく思え。やったか。余計なことをするな。自分の身くらい自分で守れる。それではランドール少尉にお話を伺います。おめでとうございます、ランドール少尉。今のご気分は？ずいぶんお疲れのようです。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？彼が全ての指揮を取りました。あとはこの試練に聞いてください。何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。って、あら、シデンたらかわいそうに。すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食いついたらしいね。嵐？そうなの、シデンが捕まってるわ。今こっちで引き取る。あら、嵐らしくない。カラスがいないと小玉の機嫌が悪くなるんだよ。嵐スプリング隊、これから奥で怪異掃討作戦を行います。マスコミの皆さんもぜひいらしてください。やっといなくなってくれたわね。みんな巣王に戻りましょう。了解。カサネ、シデン、よくやったわ。
お手柄よ。カサネちゃん、本当に無事でよかった。主席卒業の実力は本物だな。あれ、ユイトさんよね。彼、瀬戸正体に配属されたのね。くそ、なんであいつが瀬戸さんのところに。はい、みんな、お疲れ様。トラブルはあったけど、怪我がなくて何よりだったわ。今回の実地訓練任務はこれで終わりよ。今後は上から直接命令が送信されてくるわ。出撃命令に拒否権はないの。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行すること。討伐任務と実地訓練は自由参加よ。余裕があれば積極的に参加するといいわ。あら、瀬戸。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。あ、ナオミちゃん。あ、ナギさんにユイトさん。あ、ナオミにカサネもお疲れ。今日か、そっちも新兵の訓練か。そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、カサネだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。カサネちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。お話はもういいの？隊長、彼をどう思いますか？彼ってユイト？そうね、詳しいことは知らないけれど、カレン連隊長が目をかけているって噂を聞いたわよ。そうですか。これだけじゃお姉ちゃんにふさわしい男かどうかはわからないわね。さあ、本部に行きましょう。はるかに帰投報告しないと。カサネちゃん、一緒に行こう。僕はここで失礼する。カサネはユイトが気になるの？いえ、私はただ
ユイトがナオミにふさわしいかどうか。カサネちゃん、ラララ何でもありません強化隊長。あら、小玉、水葉川にいたんじゃなかったの？さっき戻ったのよ。強化は新人の相手。強化、ご苦労様。君は面倒見がいいから、新入隊員たちも安心だろう。吹雪連隊長にそう言ってもらえるなんて、光栄だわ。カサネとナオミだね。最初の任務にカラスが湧いたそうで、すまなかった。なぜ吹雪連隊長が謝るんですか？そっちに向かったカラスたちは、もともと嵐姉さんの番記者だからね。なんとなく、申し訳なくて。そうですか。訓練生時代の成績は知っている。二人とも素晴らしい超能力の持ち主だね。いろいろ外野がうるさいかもしれないが、振り回されず頑張ってくれ。期待しているよ。よかったわね、二人とも。はい、頑張ろうね、カサネちゃん。よかったな。だって、吹雪連隊長はセプテントリオンの軍二等なんだよ。そんな人に期待されるってすごいことだよ。そう、お姉ちゃんを認めてくれたのなら吹雪連隊長もいい人なのね。おかえりなさい。窓から隊長たちの姿が見えたから迎えに来ました。はるかに戦果報告をして任務完了よ。これ以後は自由行動よ。訓練するなり討伐に出るなり好きにして構わないわ。もちろん休むのも仕事のうちよ。でもあんまりぼんやりしてると腕がなまっちゃうから気をつけて。すぐに救援に向かうわ。隊長、私も行きます。私も。でも、いえ、そうね。だったら重ね、一緒に来て。ナオミは、ハルカと一緒にサポートをお願い。私も行けます。いえ、ダメよ。もしかして、ランドールの家から何か言われているんですか？いいえ。あなたはさっきまでの訓練で疲れているから、休んだ方がいいという判断よ。重ねはまだ気力が充実しているから。わかるわね。はい。それじゃあ菊池場へ向かいましょう。今、救援信号が発信された場所の位置情報を送ったわ。カゲロウはそこにいるはずよ。確認した。カサネ、急いで向かいましょう。了解。
うまく使ってね。次も。近くに物資反応があるみたいね。まだこれからよ。ランドール家からの要請なのでしょうか。総合的な判断よ。一番は体力面ね。ナオミに連続出動は危険だと判断したわ。総合的ね。体調は立場上はっきり言えないんでしょうけど、圧力があることは明らかだわ。してね。
するわよ。それでとどめ。こんなところに。まず終わりじゃない。おいおい、かくれんぼかよ。厄介な相手だぜ。かげろ、今助けるわ。教科お姉様、マジ助かるわ。一人だと手に余ってたところだ。重ね、行くわよ。了解。借りるわよ。頼もしい二人が来てくれたからもう安心だな。俺はヘトヘト、ちょっと休憩してていい？ふざけてると死ぬわよ。自分の身は自分で守って。重大会議、カゲロウは援護して。そういう厳しいところもたまらないな、お姉さま。しゃあね、もう一踏ん張りするか。途中に隠れられるとっても足も出ないわね。こっちも姿を消して様子を伺ってみて。カゲロウお願い。二人ともありがとう。ほんと地獄に仏とはこのことだわ。どうしてこんなところにいたの？いや、この辺りで因縁のある怪異を見たような気がしてさ、一人で覗きに来たらこのありさま。かっこ悪いのなんの。お、それよりうちの隊長を探さないと。俺を助けに来てくれて、ヤバげな怪異を引きつけてくれたんだ。瀬戸さんもここにいるんですか？そういうこと。悪いけどもうちょっと力を貸してくれ。体調を見捨てるわけにはいかないからな。え、追いかけましょう。セプテントリオンだからそう簡単にやられることはないと思うけれどね。
菊池場はね、5年ほど前に怪異の襲撃を受けて急に放棄されることになった町なのよ。空に見えるビジョンは投影装置の故障らしいわ。今日か。それにカゲロウとカサネか。この辺りは危険だ。どうも渡月方面で怪異の数が増えているみたいだぞ。カサネ！隊長、めっちゃかっこいい。惚れちゃいそう。やめろやめろ。お前の褒め言葉は何か嘘くさい。カサネ、怪我は？あ、大丈夫です。よし、怪我がなくてよかった。あら、よくないわよ。セト、背中から出血してるわ。かすり傷だ。私をかばったせいですね。すみません。いや、これは俺が未熟なせいだ。気にすることはない。どれどれ。隊長、これはまずいわ。どこかで手当てしようぜ。でもこの辺りは安全とは言えないわ。ルカがいれば転移してもらえるのだけど。あの、この近くにランドールの家が渡月に向かうときに利用していた緊急避難所があります。あそこなら安全です。今位置データを送りますね。お、こいつは助かるな。隊長、教科お姉様、行きましょう。悪いな。案内します。ここがランドール家の避難ユニットか。お金持ちは避難所も快適なんだな。いい場所だな。アジトにすれば任務がはかどりそうだ。アジトというのは？ああ、カサネは知らないか。本部とは別に各班が独自に持つセーフハウスのことをアジトというんだ。今回みたいに負傷したけど本部が遠い時とか、任務の合間に補給や休息を取るのに使う中継地点よ。いわゆる秘密基地ね。あ、そうだ、今日からここを強化隊のアジトにできないかしら。強化お姉様は時々とんでもないことを言うな。このセーフハウスは民間人の持ち物だぜ。構いません。ランドールのセーフハウスは腐るほどありますから。それより医療キットがありました。瀬戸さん、治療しますので背中を。
かなり深い傷だったわね。治療場所があってよかったわ。すまないな、手間をかけさせて。カサネちゃん、あんまり人の治療とかしたことないでしょう。何か変だった？いや、たどたどしいというか、なんというか、手とか震えてたし、案外普通の女の子なのね。すみません、瀬戸さん、手際が悪くて、あまりこういう経験はなくて、どちらかというと自分が怪我をする方なので。姉はこういうのが得意なんですけど。あら、ランドール家のお嬢様はジャジャ馬だったのね。いえ、私は幼女なのでランドール家の一員としてカウントされたことはありません。カサネ、ごめんなさいね。私、余計なことを言ってしまったわ。ま、どこの家もいろいろあるさ。俺なんて渡月からの移民だし、アダルト入隊だし、まあいろいろ複雑よ。アダルト？大人になってからスカウトされた海抜軍ってこと。志願兵と同じでエリートからはつまはじきだからな。おいおい、俺はカゲロウをつまはじきにしたことはないぞ。だから隊長が好きなんですよ。また調子のいいことを。それより重ね、治療してくれてありがとな。はい。せっかくだからここで少し休ませてもらいましょう。瀬戸の出血が収まるまでは動かない方がいいわ。ラッキー、早速昼寝でもしよっかな。そうだ、因縁の怪異とやらは見つかったのか？それどころじゃなかったんですって。重大怪異2匹に襲われたんだから。そうか。それにしてもお前がそんな調子だったら弁償してもらおうかね。え？何をですか？カレン連隊長からセプテントリオン入りの記念にもらった万年筆を菊池場で落としちまったみたいなんだよ。え？隊長の万年筆って、あのプラチナの飾りがついた高そうなやつですよね。そうそう、それだ。カゲロウの貯金でなんとかしてくれるか？隊長、無理っす。ははは、冗談だよ。大事なものだから持ち歩かない方がいいんだが、手元にないと落ち着かなくてな。失敗したよ。ん？どうした、重ね？あ、いえ、自分のせいで負傷者が出たのは初めてなので。だからそんなに気にするなって。よし、俺も休ませてもらうぞ。ナオミ・ランドールです。失礼します。ナオミ、わざわざありがとうね。俺の怪我のせいで買い出しをやらせてしまってすまないな。いえ、大丈夫です。このユニットは長いこと使っていなかったので物資も不足していましたよね。ご不便をおかけしてすみません。ナオミが謝ることじゃないだろう。そうよ、私たちが勝手にお邪魔しているんだから。お姉ちゃん、ありがとう。ううん、カサネちゃんが私に頼み事してくれるなんてすごく嬉しい。ナオミは妹を甘やかしすぎじゃないか？だって目に入れても痛くないほど可愛いんだもん。お姉ちゃん。そいつは良かったな。あら、シデンたら、そんな寂しそうな顔をしないで。私もシデンのこととっても可愛いと思っているわよ。別にそんな顔はしてない。シデン、ここでうまくやっているようでよかったよ。悪かったな、うちの班に転属願いを出してたのに受け入れてやれなくて。瀬戸さん。転属願い、そんなものがあるならお姉ちゃんと一緒に、うん、一緒にどうしようと思ったのかしら。
別にこのままでいいのに。